はい、どうもみなさんこんばんは。今回はですね、こちらドライビングスクールクラシックというゲームをですね、密かにやっておりまして、まあこれですね、iPhone にはないゲームとなってるんですけども、このゲームでですね、何がしたかったかと言いますと、こちらのですね、 NSX が買いたかったという話でございまして、まあこれはですね、本来であればリトラであるはずの NSX なんですけども、初めらへんですね、カーパーキングにあったやつと同様ですね、リトラが取り外されたタイプの NSX となりますが、こちらですね、アンロック 75,400 ということで、これ頑張って貯めました。で、こちらを、右ハンドルで見ていきたいと思います。いきます。はい、うお、すごい。あ、結構いい、結構いいアイドリング音してますね。これもアイドリング音イコールエンジン音なんで、セル音イコールアイドリング音ではないんですけど、アイドリング音イコールエンジン音なんで、これは結構期待できますね。はい、まずですね、外見こんな感じとなっております。囚人のようなおっさんが運転しますが、とりあえずシートベルト締めて、スポーツモードオンに。まあこれスポーツモードっていうのはですね、要するにアクセルの踏み心地なので、逆に言うとこれスポーツじゃなくてノーマルがエコモードみたいな感じかなと思うんですよね、このドライビングスクール系に関しては。だからまあスポーツモードが普通っていう感じかなと僕は思ってるんですけども、まあ、とりあえず踏んでみますか。うお、すごい、何これ。はい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 、うわ、いいね、これいいね、いいね、いいね。はいはいはい、なるほどね。じゃあちょっとライト関係ちょっと見て いきましょうか。まずテールライトね。お、すごい、めっちゃこれ明るいな。すごっ、こんなとこ光るんですね。で、ブレーキランプがこうなっております。で、バックライトが、あー、なるほどね、そこで光って、で、ウィンカーですね。はいはいはい、明るい明るい。へえ、こんな感じか。じゃあ、次フロント見ていきましょう。ちょっとこれメーターが邪魔なんですけども、いますね。これロービームですね。そしてハイビーム。まあ絶対どの車も2連になってるんですかね。で、ウィンカー、はい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 、あー、いいですね。さあ、では内装、気になる内装を見てみましょう。ポチ、おお、すごい、結構本格的な内装ですね。これめっちゃメーターいっぱいありますよ。そうか、これ一応拡大できるんですね。拡大縮小できますね。ちゃんとこれ光るんですよね。あ、すごい、こうなんのか。うお、これ結構リアルですね。じゃあ走っていきます。行きましょう。あ、ちょっと待って、これどっちや、こっちか。そんなに速くないんかな。おお、何キロ ?62mph。 これ mph しかなかったですかね。うわぁ、でもそこまで思ったよりか加速はないですね。でも音めっちゃいいですね、音が。あー、滑り、あー、やばい、あー、落ちる、あー、あ、キロメートル表示ありました。はい、ちょっとですね、カスタマイズしたいんですけども、あ、色はこれ線で変えれますね、線で。じゃあちょっと赤にしようかな。まあ NSX といえば黄色、赤、白あたりぐらいかなと思うんですけど、ちょっとこれ赤色綺麗なんで赤色にしましょうか。あ、これ2500や。こっちやったら1000ですね。ホイールも一応こんだけ、こんだけだけなんですけどね。変えれますね。ホイールちょっと高いですね。ホイールもなんかもうクラシック系のホイールしかないですね。
まあ、ちょっとですねこのゲームでどうやってお金を貯めてる貯めたかというのをですねお見せしたいと思います。この NSX を使ってこのアムステルダムのレベル2ですね、こちらを僕はやりました。はい、こういうところに来ますのでまずシートベルトをつけて、そしてヘッドライトをつけます。これ夜ステージなので、でスポーツをオンにして、で左ウィンカーですねつけます。そして左に出て、でこれ35キロぐらい、あこれそっかキロに変えたからまだちょっとスピードが変わりますね。60キロぐらいいけんのかな。でここで右ウィンカーをつけます。でまっすぐ行きます。ルートを無視してまっすぐ行きます。50キロ制限なので、まあ、55キロぐらいまでは出して OK ですね。でこちらで右ウィンカーをつけてこちらのですね左の駐車場に入ります。そしてこちらの赤い枠のところに前向き駐車で行けるんですよね、これ。はい、ってやったら2100稼げるので、これでお金を貯めていきました。はい、あともう一回やればですね、ホイールとか変えれると思うので、ちょっと後ろ視点でですね、配合視点でやっていきましょうか。いい音ですね、ほんまに。これすごい音ですよ。これ絶対ちゃんとまっすぐ行くにしても右ウィンカーつけないと違反食らうので、ちゃんとつけましょう。うわーすごい、これめっちゃいいわ。ちょっと他の車も気になってきますよね。でここにゴールするとピロロン。はい、ということで6450貯まったので、こちらのですねスモークフィルム、このホイールですね買ってみます。あギリギリや、200しか残ってないですね。さあこちらで飛ばしていきましょう。いきまーす。おおすごい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 。ハンドリング そんなよろしくないかな。やばいやばいやばい、これでいくか。あ、いい感じですね。おお、すごっ。結構モロッコ道は狭いですね。とこれはまあこういう道はですね日本にはないと思いますけども、うん、これ大丈夫か。おお大丈夫か、事故りまくってんぞ。おお何これ、今動いてました。おおおお、ちょっとブレーキしたらですね滑りますね。いやーでもいい音ですねこれ、ほんまにめちゃめちゃいい音ですね。ちょっとこうポンピングブレーキでやった方がいいかもしれないですね。おーこいつ速い、こいつ速いぞ。よし抜いていけ、あ危ない前から来てる。 OK、危ない危ない、あこれ、あ危ない。すごい道ですよねどっちにしても。
うわー、音がいいですよね、音が。まあ、でも、まあ、思ったよりかは速くはないですね。もうちょいスピード出んのかなと思ったんですけど、そこまで速くはないです。でもこのなんか現実的な感じがまたいいですよね。こっち帰ったらどうなんだろう。すごっ、この先も道ありますね。あ、やばいやばい、なんか建物の上落ちるか。お、大丈夫か。はい、まあなんとか無事ですね。まあ、ちょっとこれぶつけるとですねダメージがあるので、ちょっとそういうのもですね見ていきましょうか。いやー、かっこいいね。さあ、どっかにぶつかれ。あ、ダメージないですね。あら、お、何やこれ。なんか砂の壁がありますね。砂の壁が。ちょ、車にぶつけるか。どう。あ、ダメージないですね。ちょっと後ろぶつけてみましょうか。ほら、この NSX はですねダメージがないのかもしれないですね。はい、まあということで楽しいですね。これはい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、この NSX ですねかなり良かったですね。まああとですね、こう有名なところの、まあ、クラシックカー、オールドカーといえばですね、まあ、こちらのフェラーリ F40 とかですね、フォード GT もありますね。でランボルギーニカウンタック、ランボルギーニディアブロで、あとポルシェですね、ポルシェもありますね。でまあスープラもですね一台だけこういう形でおります。でまああとはですね、古い BM とかカマロとかマスタングとか、まあそこら辺があるんかなと思うんですけども、今回この NSX やってちょっと気になったんですけど、まあ一応ですねこれ馬力を見ると280馬力でトップスピード224キロということで、結構その中間ら辺にいた車ということなんですけども、まあもしちょっとこの車も見てみたいとかいうのがあればですね、ぜひコメント欄書いていただきたいなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。